葉全13種類の中では一番小さな種類になっています。指先にとても小さな爪があることから爪カワウソと呼ばれています。指先がとても器用なので今も魚を両手で持って口に運んだりとか小石で遊ぶところとかも見られますのでぜひ観察してみてください。野生下でも子どもたちのように家族単位で群れを作り子育ても家族で行うとても仲のいい動物種になっています。大人も子どももとても愛らしい姿をしていますのでSNS などでもとても人気を集める本種ではあるんですが現在絶滅危惧種に指定されています。この原因の一つに日本でのペットブームとかアニマルカフェのブームが挙げられます。現在ワシントン条約により本種の国際取引が禁止されているため日本でも新たに飼うことやペットとして譲渡することは個人間でもすることができません。皆様も動物園に来ていただいたときにカワウソを見て楽しんでいただくのはもちろんなんですがカワウソが置かれている状況とか自然環境などにも少しでも興味を持っていただけますとカワウソたちも私たち飼育員一同も大変嬉しく思います。そしてこれからも今回名前の決まった5頭の赤ちゃんの成長を温かく見守っていただけますと私たちもとても嬉しいです。それでは短いのですが本日のイベント最後になります。今皆様コツメカワウソのお面をつけてくださっていると思うんですがそのお面をつけて集合写真を撮りたいと思います。はい、でもしちょっと顔が映るのは嫌だなっていう方がいましたらお面でこう隠していただいて、はい、みんなで写真を撮りたいと思います。でカメラは向こうのスタッフですね。